自己犠牲とは何らかの目的や他者のために自己の時間、労力、身体、生命を捧げること。自己犠牲は様々な宗教で重視されている。般若信仰では自己犠牲とは自己を放棄することで自我を捨て無我になるすなわち自分以外のもの、普遍的世界だとしている。ホッケでも自分の利益を犠牲にして他人の利益を図る。 リタシンは当然の真理とし、これほど尊いものはないと教えられる。キリスト教では、約2000年前、イエス・キリストが人類の罪を身代わりに受けるために十字架にかかった、とし、自己犠牲は愛だとされている。ヨハネによる、福音書15章13節には、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとある。 生物一般においても自己犠牲的な現象が見られる場合がある。親がこうかばう行動は多くの動物に見られる。これは親によるこの保護の一例である。それ以外にも様々な例があり、一般的に利他的行動と呼ばれる。動物における利他的行動は血縁選択説や語形的利他主義で説明される。宮沢賢治や山本周五郎は、 自己犠牲をモチーフにした作品を多く残している。宮沢は、ホッケ行に帰えし、山本はクリスチャンだった。三浦綾子もクリスチャンである。アントワーヌド・サンテグ・ジュッペリの、星の王子様では、王子は小さなバラのために命を捧げる。宮沢賢治の、銀河鉄道の夜で、自己犠牲は重要なテーマとなっている。主人公の序盤には次のように呟く。 僕はもうあのサソリのように本当にみんなの幸のためならば僕の体なんか百ペン焼いても構わない。銀河鉄道の夜銀河を走る鉄道の車窓からは赤い星、サソリが見えた。サソリがそれまで他の命を奪って食料として生きてきた罪を死の直前に懺悔しとのみんなの幸いのために私の体をお使いくださいと祈ったことで天に召されて 星になったのである。このサソリの祈り、そして自らの体を燃やすことで闇のような世界を照らし続けるサソリの姿によって自己犠牲的精神が描かれている。ありがとうございます。